皆さんこんにちは、ベアトラックの小林です。今回はですね、当店で取り扱いをしております、オルテガ社製のチマヨベスト、これをですね長年愛用していただくと、どういうふうに色が変化していくのか、いわゆる経年変化ですね、これをですねちょっと、ご覧いただきたいと思います。代表的な色合いのベストで、私が愛用している長年愛用しているものと、それから新品の、当店のストックにある、ものとをちょっと比較して、いただきたいと思います。こちらはですねベースカラーが、ホワイトのベストですね。これ現在うちのストックにある、新品ですけれども、そして、隣にありますのがこれがですね私が約25年愛用している、ホワイトのベストですね。ちょっとね分かりにくい、光の加減で分かりにくいかもしれないですけど、パッと明るい真っ白っていうのが少しこうアイボリーっぽくなって落ち着いてきます。そしてまあ25年も着てますとですね、いくら丁寧に、定期的にドライクリーニングをかけましても、少しこう残念シミが残ったりとか、そういう色の変化といいますかね、そういうのも残ります。そしてこういうふうに重ねてみると、こう透明にするとお分かりになりますかね、ちょっとやっぱりアイボリーっぽくなってきてますよね。オルテガ社のチマヨベストは、着る人の年齢に関係なく、そしてまたファッションのブーム、トレンドなんかにも左右されずに、ずっとずっと長い間お楽しみいただける素晴らしい作品だと思います。タンスの中にしまい込んでおかないで、どんどん着てあげてください。そして、ご覧いただいたように、経年変化をお楽しみいただきたいと思います。そしてまたお金の余裕ができたら、当店でまたぜひ新しい一枚をご検討ください。ご注文ご来店お待ちしております。ありがとうございました。